成城中学の学校紹介動画についてのお話をします。まあ、下の方にですね、成城中の学校紹介動画を校長先生が直接、お話してくれている様子がありますので、ぜひねご覧になってみてください。成城中学というとですね、もう完全、中高一貫校に変わって、まあ、男子校なんですけれども、非常にいい人気のある学校で、力をつけている学校という印象がありますよね。うちの塾生からもですね、成城中進学したり、成城に通いながらですね、塾にも通って、中学校になっても来てくれた子もいたんですけれども、結構ね、先輩後輩意識が強い学校かなという印象があって、なんとなくね、大学っぽい雰囲気があるかなと思うんですよね。学校の周りもですね、結構いろんな大学があったりするエリアですよね、新宿の。そういった面でですね、結構この学校職業体験とかね、修学旅行とか、あと学校の中の勉強とかも大学受験をかなり意識してやっている、まあ難関校の一角というような印象のある学校だと思います。今年はね、なかなか学校説明会が開催されないという状態が続いていますので、校長先生のお話っていうのをね、聞く機会っていうのはね、今回このホームページ上の動画ということになるかなと思いますので、ぜひね皆さん見逃さずに見てみてください。